高松市図書館は、香川県高松市にある私立図書館。5カ所の図書館と1カ所の分室、3代の移動図書館、ララゴーがある。全館合わせた、蔵書数は116万590冊。初代図書館は1950年に開館。現在は1993年に開館で、3代目に当たる。サンクリスタル、高松内の1階と2階にあり、 1992年に開館した。2006年1月10日に、香川町、群れ町、味町、国分寺町を編入合併したのに伴い、高松市図書館から解明された。文室として、ことでん河原町ビル8階に河原町サテライトがある。高松市子ども未来館内の2階にあり、2016年開館。この場所は、高松市民文化センターの跡地であり、 その2階に高松市松島図書館があった。松島図書館は1972年に高松市図書館の新築移転時に開館し、1992年の本館移転後も唯一の文館として存在していた。その後2006年に松島図書館に改名したが、2012年に高松市民文化センターの閉館と共に廃止された。群れ公民館内の階と階にあり、 駐車場は公民館と共用。旧群れ町により1981年に整備された群れ町図書館が前身で旧群れ町の高松市合併に伴い2006年1月10日に高松市立として開館した。2007年4月に高松市役所香川わ市所の旧庁舎東館を改装し開館した。旧庁舎外館を活かした時計台のある図書館として話題になった。 高松市役所国分寺市所隣にある、旧国分寺町の高松市合併に伴い、かつての国分寺町立図書館を前身に2006年1月10日に高松市立として開館した。ありがとうございます。